だったんですけど、アイテム今日よろしくお願いします。ニコ生よりふわっちでアイテム欲しいです。正直もう今日はふわっち実践終了までできないんで、よかったら今のうちに。あ、花火ありがとうございます。徳明さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。助かります。いつもすいません。え、入場始まってる。どうしたらいいの。もうすいません、田浦さんちょっともう見捨てるわ。すいません、ちょ電話だけ来たらもうダメだ。なんでバス乗ってなかったの、さっきの。始まってる。え、これもダメなの、間に合わないの。大丈夫でしょ。今から一応向かうけど。5つありがとうございます、匿名さん。しゃあないだろう。あ、電話来たわ、田浦さんから。スピーカーちょっと、もしもーし、もしもし。はい、田浦さん、バス停降りた。降りて、今、深夜の中にいますけど。え、降りたの。俺、バス停の前で待ってたんだけど。田浦さん、あのとんかつ屋さんわかる？見なかった。とりあえずこう。田浦さん、もっと出ればいいのにね。田浦さん、話聞いてください。とんかつ屋さんわかります？はい、永田屋。知りません。わかんない？とりあえず深夜から出てくれる？深夜から出てください。はい、近くいますんで。で、田浦さん、お、神社あるでしょ、大きい。田浦さん、田浦さん、大きい神社あるでしょ。え、大きい神社。あれ、住吉。はい、住吉でしょ。大きい神社に来てもらえます。住吉ね。キララ住吉。はい、じゃあ行きます。はい、もう誰もねえし。いや、バス停で待ってましたよ、バス停の前で。はい、じゃあちょっと深夜から出てください。みんな出てくれへんかったから。深夜から出てください。はい、や、で、神社まで来てまでください。切りますよ。ちょっと走ってきますね。さっきも言っとってください。どういうこと。あれか、田浦さん、違う、深夜にいるってどういうこと。なんでこんなとこまで歩くの。違う、どこいるの。田浦さん、時間ないよこれ。どうして、リスナーさん、どうしたらいいの。パチャ、どこいるの。シーヤがこれなんだよ、リスナーさん。シーヤ、これがシーヤ。席だけ取っても探すか。パチンコ屋さんに来てって言ってんのね。間に合わないの。ちょっともうさっき、もう田浦さん申し訳ないけど、さっきもう大確保するわ。並ぶ、さっきもう何やっても叩かれるわ。もうまた最低って言われるわ、ほんま。え、再生列ダメなのこれ。リスナーさん、再生列ダメなの。嘘、10時になってないのに再生列ダメなの。嘘、マジで。ちょっとラジオにするわ。番号呼ばれてる。もう番号呼ばれてます。まだ。あ、やばい。並んでるわ。せいさん、さっき、じゃあまたよろしくお願いします。よいしょ。あ、はい。よいしょ。これ48。48番。
ちょっと待って、ギリギリまで行けるんだったら田浦さん呼んでくるわ。店員さん、8番にいたらいいですかね、自分の番号のとこ。9時50分まで、分かりました。もう、もうダメ、はい、ダメだわ、もう田浦さん迎えに行けない、もうダメです、危ない、あと50分に来てなかったら向こうだって。ありがとう、つばささん。とりあえずさっき席確保する。リスナーさん、ちなみにパチンコ屋さんここしかないんだよ。正直ちょっとパチンコ屋さんに来てほしかったわ、田浦さん。なんで深夜に、ちょっと申し訳ないけど、もう帰ってもらう、もう無理だよ。見捨てるって、だってパチンコ屋さんに来てって言ってんのに、全然違う場所いられても、俺だって分かんないわ。だから大確保したら迎えに行くっつってるだろう。もう何やっても叩かれるもん。まあだから謝ってるじゃん、117号さん、もうしつこいわ。だ、最低なのもう分かりましたけど、はい、最低です僕は。はいはい、ね、最低です。いじめです、老人虐待してます。はい、すいません、これでいいですか、これでいいですか、はい、ね、最低人間です。もう分かったんで、もう分かったんで書かないでください。でもリスナーさん、50人ってすごい人いるわ。北斗多分無理だと思う、うん、50人ってすごい数だよやっぱ。いや2万勝つ約束したけど、田浦さんはもう彼そこまでお金使いたくないって言ってるから、1パチ打ってもらう今日は。リスナーさんありがとう、最終号ほんまリスナーさんいなかったら10時に来てたわ、危ない。ありがとう、あやねちゃん、ごめんね、もういつもこんな、ね、俺の配信はいつもこうなります。配信許可もらったんでニコ生でやれることになりました。昨日まではもう配信できないって言ってたんだけど、配信許可取れました。シーアのところのパチ屋なんか言ってないよ俺、パチンコ屋さんって言ったよ。シーヤって言ったっけ俺。まあもうしゃあないじゃん、うん、まあもういいよ、もう最低で、最低でいいです。ニコラマでやる。でもちょっと角台取れないとちょっと厳しいですね。角台リスナーさん、やっぱりね、僕の前に並んでる方やっぱね、皆さん詳しそうだから、多分北斗多分もう埋まると思うわ、うん、もうスロット打つ感じの方ばっかりですね、うん、ありがとう515さん。でとりあえず流れとしては、今から、北斗を取って、ダメだったら、カバネリ取ります。で大確保したらメダル1000円分買って物を置いて田浦さん迎えに行きますんで、もうこれ以上叩かないでください、全部ブロックします、うん、最悪マイジャグ5座る。いや第3狙いはもう無理だと思う、マイジャグ5。参加されたお客様、一般入場のお客様は階段の方で整列お願いいたします。リスナーさん、でもなんだかんだですごい人だわ、うん、よかった。最初来た時1時間前
誰も並んでなかったから、いやエヴァゴジは俺打たないわ、毎回500枚しか出ないもん、おもんないってエヴァゴジ、あのチャンスゾーン自力感あるあって面白そうだけどね、毎回500枚しか出ないから。大解放されるのっていうか、田浦さんもちょっとパチンコ屋さんぐらいちょっとほんま見、でリスナーさん、田浦さんに着いたら電話してって言ってるからね、俺も悪いけど、リスナーさん申し訳ないけど俺 も悪いけど、田浦さんに着いたら電話してって言ってるからね、電話かかってきてないもん田浦さんから。いや電波は店の電波でいるんで、最悪切れるかも、切れたらもうニコ生でやりますんで、くるくるちょっと我慢してね。117号さんありがとう、 それちょっと言って田浦さん迎えに行ってくるわ。いや借りれるラスタさん Wi-Fi 店の中で、ちょっと待ってね。いやもう正直ちょっともう自分のことで手一杯だったから、もう昨日夜行ってまでやるんじゃなかったほんま。バスで行かなかったのしゃあないじゃん、抽選しなきゃいけなかったんだから、ミスったねほんま、もう俺の好感度が下がるだけ。もうリスナーさんは110番、リスナーさんはもう絶望的ですね、110番だから。もう帰る、待ってニコナナ、ちょっと見捨てたって、だからしゃあないだろう、抽選して再生列も並ばないといけないんだから。っていうかもうパチンコ屋さんぐらい分かってよ田浦さんも、もう整理券一応48番両番ゲットしました、いやリスナーさんも並んでる110番で64番さん、ちょっとミスったねマジでほんま。いや走ったらダメだよ、あの昭和時代のパチ屋じゃないんだから、走ったら出禁になります。始まるわ。入場される際は俺しか喋ってない。全額保険をお渡しいたしますので、必ず抽選券入場券の方は必ずお手元に持ったままでお願いいたします。入場券の引き換えにこちらの外貨保険をお渡しいたします。またこちら入場される際は必ず走らずにそのままゆっくり前の方を抜かさないようにお願い、大確保したらニコラマン買います。大確保険あるからリスナーさん2台取れないです、1人1台しか取れません。いや座れるかな、ジャグラー打ちたくないわ、ジャグラーだったら配信なしでいいですか、ノーマルだったらもうひたすら1人で打ちたい。取れるかな48番、16台ですね北斗。
16台10人ぐらいパチンコ打ちに行ったとしても32人が行くからもうカバネリ取れたらカバネリ行くわ、はい、出遅れるな、まあ、こればっかりは 走ったらダメだからね、うん、追い抜きとか走ったらダメです。もう隊列決まってるから、うん、競馬みたいに、ね、デムーロみたいに、直線入ってないのをまくっていくとかダメです。そうジャグラーはね俺面白い配信できない。できんだよ、走って言ってるでしょ、走ったらできん。走らずのご入場を受け付けください、お願いいたします。また一斉スタートとなりますので、ご遊戯台がございましたら確保券台の上に置いていただきまして、遊戯せずそのままお待ちください。一斉スタートとなります。遊戯せずにそのままご着席の上お待ちいただきますようよろしくお願い申し上げます。ナナちゃん力って貸してね、ナナちゃんと社長で、機長も力貸してね、機長も太郎くんも一番右から太郎くん、機長、ゼロワンさんで、ナナちゃんにチューされて配信落とされた火薬で、ナナちゃんで、左は誰か分かんない、そう、なんかこけやすいらしいです。ジャグラーと北斗の島の間がなんか すごい滑りやすいんだって。それ気をつけろって言われた。セイジさんはこの時いないです、うん、あ、画像規制されてる、ダメだ、キス画像だったら規制されてたわ。画像規制されてたの。さあ始まります。リスナーさん、リスナーさん、でもね、スロット打ちはこの時間が一番楽しいよね。何打とうかなとか、狙い台これ取るぞって、設定判別ね、6積もって設定判別こうやっていく楽しさとかこうイメージしながらね、この時間帯が一番面白いから。音楽 BGM になりましたね。そう、スロット打たない人は何言ってんのって話でしょう。ありがとう359号さん。15名様区切りだったり、あ、ダメだ、リスナーさん、リスナーさん無理だわ。15名様区切りだから4回目だ、4番目の入場だからもう無理。リスナーさん終わった。15番区切りだから48番だからもう無理だわ。だ、30番以内じゃないと無理じゃない、ダメだわ。みんな パチンコ行かないかな、無理。いける、カバネリすらちょっと怪しいわ。リスナーさん、ちょっとカバネリ以外だったら何座ったらいい？北斗とカバネリ以外で設定判別できるやつ教えて。モンキーターンは設定判別楽？モンキーターンなんかテーブルだから難しいんだけど設定。天然なんか荒いからいや。リスナーさん教えて。カバネリと北斗以外、コードギアス取るわ。じゃあ第3。カラクリはいや荒いから。10万ぐらい使っちゃいそう、カバネリとバルブレイブ。いや、カラクリめっちゃジョイ AT 1日打っても入らないから、コードギアス行くわ最悪。なんかあんま思んなさそうだけど、入る、もう来るわ、もうすぐ入店。あ、でもみんなパチンコ行ってるよ。はい、みんなパチンコ行ってるわ。違うか。北斗。
をお持ちのまま、あ、ゆっくり、すいません、ゆっくり。ホットどれだ、ホットあった、よし、やばいやばいやばい、間違えた、カバンで荷物しま入っちゃった。オッケー取れた。リスナーさん取れました。もう分かんなかったか、角に取った。北斗取れた。ご遊戯開始は抽選入場完了後、ご遊戯開始は抽選入場完了後となっております。もう遊戯台の方が決まりました。わかんないです。お待ちくださいませよ、お願い申し上げます。とりあえずそしたらリスナーさん、田原さん迎えに行ってくるわ。メダルちょっと買って、どうやって取ったらいいんだろう。とりあえずニコ生行くわ。とりあえずニコ